じゃ、解決したんだ、一応。狙った感じではないですけどね。<music> えー、さらにそのおかげで、えー、問題の捜査官、主人公ですね。<music> かろうじて、懲戒審問を逃れた。なるほど。えー、他の事件簿。えー、四角い弾痕殺人。 it would be very interesting to read about these wouldn't it i mean there seems to be a square shaped entry wound in the victim's forehead she's been sitting there for weeks on her rocking chair with a square hole in her skull staring at the wall her mouth agape. これらの事件簿はかなり興味深い内容だろうそうは思わないかというのも。<laughs> え被害者の額に四角い弾痕が残されていたらしい被害者の女性だえ被害者の女は何週間もロッキングチェアに座っていたえ頭蓋骨に四角い穴が開いた状態でえ壁を凝視し口をポカンと開けて分かるのはそれだけだ 30分かけて整理したが得られたのは次の情報だけ。えまず弾痕は四角い形をしていた。弾は見つからなかった。そしてもう一つの遺体が上がった。その男の額にも四角い穴が開いていた。連続殺人か。それは誰にもわからない。ページが欠けているのだ。

高速道路脇の他の中腹といった思わぬ場所若さのあまりそういう場所にカウチを置くことがクールだと思い込んでいたのだ <music> え実際バカに見えた実際クールだった実際クールだったロックバンドのよう え実際バカに見えた。えー、タイガ対チンポやろうども。うん、えー、クジが届いた。ソファーについて苦情が届いた。いや、カウチか。まあ、どちらでもいい。えー、連中はカウチを思わぬ妙な場所に持ち出した。えー、そしてカウチに座る自分たちの写真を撮った。 そこでタバコを吸いコーヒーを飲んだタバコーーの吸い殻、コーヒーカップ、バカゲタカウ、えー、あなたはこれらをすべて片付けなければならなかったそしてやり遂げた、おめでとう事件解決だ、そいつは捕まえたのかいいや、えー、そんな時間はなかった 記録にはクソいまいましい仕事だったと書かれているクソカウチ野郎どドフーカーパーラー殺人事件<お>この事件はもともとジョセフ・ミルズという刑事が担当していたが彼は死亡している死因はフーカーパーラー 殺人事件とは全く無関係。えー、待て、どういうことだ<声な>ある夜、相棒の JM と一緒に要請に応じた先で、ビラー・ロボスのギャングを複数に殴り殺された。<声な>し悲しい話だが、この事件簿に詳しい話は書かれていない。 えー、早くフーカー・パーラーの殺人事件の事件を読もう。ジョセフ・ミルズは自分の手には負えない事件を一人で追っていた。Like えー、彼は事件をかなりの難事件と評していた。1か月ほど捜査に当たったが、 えー、警部がしびれを切らせた、えー。できないなら別の刑事に任せる。えー、だが、ミルズは諦めなかった。まだだ。えー、そのあともう数週間、知恵を絞ったどんなに突飛と思えようとも、あり、えー、とあらゆる仮説を立てて、事件の解決を試みたが、 えー、フーカー・パーラー殺人事件を解決することはできなかった。これまでに経験したことのない難事件だと彼は言った。えー、待って、ジョセフ・ミルズは腕のいい刑事だったのかな の最悪の刑事だった。ユーマーのセンスも最悪だ。ね、聞いたこともないようなひどい下ネタを言う男、ね。そうは言っても、捜査を始めてすで、ね、に数ヶ月が経っていた。ね、彼は事件のこと、最後の事件、迷宮入り。ね、犯人は消えた <laughs> と言った。 えー、彼が話すことといえば、フーカー・パーラ殺人事件ことばかりになっていた。フーカー・パーラってまず何 getting anywhere and you、えー、ミルが捜査から外され、代わりにあなたが担当することになった。Ah you know, えー、事件の内容を確認すると、えー、分かっている情報は次の通おり、えー。若い男の遺体が、 え、フーカーパーラーで発見された。え、フーカーパーラーというのは、え、日がな一日、え、ガムの味がする煙を吸う場所のことがフーカーパーラーなんだ。愛になれるのか no, <it> s <S 違う。え、ただのすすと水の煙。え、最高にアホらしい。 えー、まあ話を戻して頭をパックリ割られた20代の青年の遺体が発見されたフーカーパーラのフロアであピルマにえ他には誰もいなかったえその日は客は一人だったえ全くの健康体で 映画のプロデューサーのような仕事をしている男。パーラーに入った人物も、パーラーから出た人物もいない。うん、誰に電話するでもなく。 15時45分までひたすら風化を吸っていたそして気づいた時には頭を割られて死んでいたえミルズには見当もつかない姿のない暗殺者映画関係の取引が良くない方向に進んだか カウンターにいた女がやったかどれもつじつまが合わない男は突然死そこであなたはパーラーに向かうテーブルの周りにクッションがあるテーブルは低く重くその角はかなり鋭い <laughs> えーと何被害者は風化を吸て そこで気を失ってテーブルに頭をぶつけて死んだその通り。りそれが事件の全容だった噴火をしてもどうにもならないわけではなかったのだ 風花、えー、は脳の酸素供給を遮断する、えー、そしてトイレに行こうと席を立つまで、えー、そうとは気づかない、えー、かなり吸ったに違いない、えー、被害者はそこで何をしていたんだ6時間もこれも聞きますね6時間スモー,ー,ー、えー、6時間フーカーを吸っていた Trying to come up with a script maybe. Anyway, that was the Joseph Mills wasn't a good detective, and about 30 minutes has passed piecing it together. Next. Not much has changed in the meanwhile. A bunch of sodden papers still sags from the clipboard. It takes about half an hour to piece. Not much has changed in the meanwhile. arson, petty theft, spousal abuse. You don't exactly So much as in the back, you see thin, translucent copy paper. All covered in boxes, like marching armies. These look like official forms. えー、ネオン入れイエローのものや明るい赤色のものがあり、えー、そのすべてに進行中の軍隊に似た、えー、無数の箱が描かれている、えー、これらは公的な用紙ですぐに書き込めるようになっているようだああ、えー、そうして書き込んだものをバ

え20リアルから250リアルあ深刻な事例では1000リアルと罰金ああでもそのためには特別な書類が必要これもしかして罰金取ればお金あ取れないか えー、出頭通告書、えー、これらの文言は調子が極めて険悪だ、えー、受け取り手が指定された管区の警察署に出頭すべき日付と時刻

Yes, all that remains now is to fill those forms and hand them to people. Fines for wrongdoers, interview requests for bad guys, and field autopsies to dead guys. The rest of the stinking cellulose is much worse for wear. Being sandwiched between the board and the rest of the paperwork must have spared the fragile copy of paper. Uh, Clipboard, it's made of dark blue plastic. え誰かを叩いて、薄くさせられるほどに硬い。あ、これであの膝壊しましたからね。え、記録を振る。中でカラカラと動浮かすかな音がばす。えー、どこかに隠しスペース And something small inside. Light, made of paper or cardboard, or dried flowers perhaps. Permeables, it's not hidden per se. The compartment is made for materials that would get damaged if something happened to it. The plastic shimmers like lapis lazuli, but it is not see through. You cannot see to its center. えー、プラスチックはラピースラズリのように光っているが、えー、透けていない。内側を見ることは叶なわない、えー。これはどうやれば開けられる ?U4 <U> サイズのページ。To 92%、えー。バークのように膝で叩き割る。

Two ticket stubs and a handmade postcard. Uh, two octopuses uh, uh, are smiling, reaching their tentacles toward each other in the colored pencil drawings. The tickets permit access to the zoo in Revershall East. The aquarium costs extra. 色鉛筆の線画で微笑みながら互いの方へと足足を伸ばす2匹のタコが描かれているレバショール東の動物園に入場できるチケットだ水族館は追加料金がかかるがチケットがあればそちらにも行ける これは、別れた奥さんとか、あがきを取り上げる。先に進むえ、くたばってしまい、ケツの穴やろうめ。 The words just your mind そんな言葉がどういうわけかあなたの心をよぎった。えー、今の言葉は誰に向けたものだ。あなたは誰だと思う。えー、濡れやすいもの用のスペースを閉じる。

フラワーパターン、パッチンスクルー。先に匂いを嗅ぐ、えー、チューインなんかどんどん暗くなってきてるよ。気づいたら22時だ。かす、えー、かなシナ,シナモンも加わる。夏の終わりを思わせる。 ラベルにはトッティーフッティの名がある。おたろカードを開く。はがきの内側に見覚えのある筆跡が並んでいる。女性の手による。くるりと輪を描く。丸みを帯びた筆跡だ。あても喋りすぎて口が回らん。 20代の若い女性そこには思いやりと懸命さと微笑みがあるとお前は思うが人の筆跡からそんなものを読み取れるはずがないハリー、<noise> Harry, it re I wanted to write 読み取れるはずがない。

えー、読み続ける、えー。だがこれを読めば俺は喜ぶのだろう。いや、えー、読み続ける。Shakes, out, 毎朝眠っているあなたを残して家を出る,出ると、えー、手紙は続く chest,、えー。私は少しだけ。 え穏やかな寂しさを感じますえそんな気持ちを胸にえボイジャー通りを歩いていると、ね、歩みを進めるたびに思いは募っていくガソリンスタンドに着く頃にはえすっかり寂しさで満たされていますえ路面電車に乗って後ろから後ろを見ると えー、パンタグラフから火花がこぼれ落ちている、えー、こんな状態が、えー、午後遅くまで続くのでしょう、えー、読み続ける You, you, every step I take will get lighter. It almost makes me run. あなたへ、あなたのもとへ、歩みを進めるたびに、体が軽くなります。走り出してしまいそうなくらいに、時には本当に走ることもあります。あなたに出会えたことは奇跡であり、あなたと共に感じる幸せもまた奇跡です。すべてを包み込んでくれる、心の大きなあなた。 私が帰る場所はいつだっていつだって必ずあなたのところなのです Kiss es, kisses, kisses. Lungs, たくさんの口づけを添えてあなたは肺から空気が頭から血液が絞り取られるのを感じる 周囲の全てが光を失う。You feel the ledger slip from your hand?No, no, hold on. こらえるんだいや。なんかもうこのまま終わってもいいような。いや、持ちこたえる。To what? There's nothing, detective. Is everything all right? What? Fall. 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 待ってどういうこと There is nothing. 完全な無駄。Again. 無駄って ?Nothing, sad brother.No traitory.Just black hell. また古代八種類のですね。ただ倒れて気絶しているだけだが。Well.、まあ Almost nothing. There is the ground below you, that's still there, and the small light that's on, fluttering, somewhere in the basal ganglia. That's me. Blue eyes. That's me. Eh... who was that? Who was Who was what? He speaks of the sickening そいつが語るのはやめる憧れ、えー、不快な感情だ sorrow,、えー。巨大な悲しみにすがりつこうとしている。 Because it's always too oh. Tell him. Tell him. Ah yes. In the old factory system they call it the Apricot Chewing Gum scented one. It's unhealthy of them to linger on it so. 難しいな do do?、えー。嗅覚系においてはそれをアプリコットガム香るものと呼ぶ。えー、あんなふうに残り以下が消えないのは不健全だ、えー。だがここでお決まりの質問と行こう、えー。お前はどう思うえー、すごくいい香りがした。香りだった。 いい香りなわけがない。あれは裏,が裏切りの香りだえ。あれが分かれたなんとかなのか。あれが分かれたなんとかなのか。つまり、え過去の水死体が水面に浮かんできたか。違う。あれは美しかった。 え、モンダイワデノミではないえ、ボイジャー通りはどこに行った、no、え、ボイジャードリはないエボイジャでいいのかな このまま横になって動きたくない。細かい分子に分解されるまで、えー、彼らがお前を放っておいてくれると思ったか。それはない。えー、何か冷たいものが They're pouring something on you. It's in you. And it's. It's delicious. Glowing lights on a dashboard emerge out of nothingness. Oh, Kimusankana. Kana. am going to the upholstered cabin of Lieutenant Kitsuragi's cabin. Kitsuragi Cave is in the driver's room. The air is thick with leather works and heavy fuel oil, cold water runs down your chin. ah, oh, Kim-san. drink! water! the water is cold, silvery, the stuff of life itself as it pours down your parched throat. the pounding in your head recedes, the darkness parts. drink! You haven't drunk water in two days. Did you know the human body is not made to survive on alcohol alone? You need a secondary form of hydration. With greedy gulps, you down half a liter of cold water. Some of it spills on the driver's seat. The lieutenant pays no heed to it. What happened? Eh, 俺は過去の焼け落ちた廃墟と接触したんだ。俺は脱水症状を起こしていた。俺は、いや、気にするな。だ過去の幸せな思い出に触れ、触れすぎてというか、なんか、まあ、ショックという、ショックじゃないけど、なんか、 倒れちゃったのかなえー、こっちが聞きたいよ。君は自分の記録簿を読んでいた。すると突然気を失った。えー、俺はどれくらい気を失っていたあ、でも10分程度か。気にするな。 これからなんか表現的には過去の焼け落ちた背景と接触。これは何時か起こる。失敗と憎しみの記録を。He responds with such understanding: it's as if the burnt-out ruins of the past were an occupational hazard.Athletes' foot for cops.You dropped this.Are you okay to proceed? オカ <Good. S 3> タツケオ。グッド。The Ledger of Failure and Hate is a special item that can be used in a special tool or interact to canoe で、え、かつてもちしろとにそうびすると、スキルボーナーソエラル。とくべつな item。おっ、なんだあって。 これだあでも権威がマイナス2になるんだいやでも装備しようどうやってこの状態でもうなって ってるのかなあ違うこれだ装備しないとダメなのかですよねうん権威がマイナスにでももともとは 1>, 1しかないですからね。いやー、これ面白い。喋りすぎて喉が、喉と脳がやられてる。で、えー、あ、これも,もうすぐ行きますね。面目内刑事。で、これだ。 あこれもつけると権威が下がるなえお前は上空から自分自身を見下ろすお前はホステルの一室で床の青いタイルの上で気を失っている えー、巨大な白い物体がスズランのような甘い香りを放っている、えー、小さな男はその物体の名前を覚えていないがその感覚はまだ覚えている、えー、男は本能的に、えー、感覚の親友であるコモドールレッドお酒ですねの瓶に手を伸ばす えー、そしてディスコの服を身につけ、どんどん小さくなっていく。あえー何、なに新しいスロットをアンロック必する必要があるあとじゃあ、どれか外そうか。 ああ、どうしよう。孤独な陶器キーエッジを外すってできないのかな忘れるための条件がいるんだ。アンロックはスキル、あっ。 次にあれだポイント貯まったらアンロックしよう。今日の捜査はここまでにし,てしないか、うんえー。部屋に与えた外の弁償がまだなんだ。<noise> でも金がないんだ。<noise> とにかく店長と話をしよう RCM の職員が路上で寝るわけにはいかない、うん、はいえー、そうですねでは今回はこの辺で終了にしたいと思います ご視聴ありがとうございました。